J-WAVE WOW Music をお聴きの皆さん、こんばんは。go!go!vanillasのボーカルギター牧達也です。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしています。9月のマンスリープレゼンターはgo!go!vanillasの牧達也が担当しています。昨年の4月か、ししゃものあさこちゃんに、僕ゲストとして、この番組に呼ばれまして、普段話せないことも含めていっぱい喋れたので、今回僕がナビゲーターとして、いろんな人と喋れるのを楽しみにしております。今日は、Kroiのボーカルギター内田玲央さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。すごく華のあるフロントマンでありボーカリストだなっていうのはすごい思っていて、でライブも映像でしかまだ見れてないんですけど、この前のフェスで初めて挨拶できたので、今日はそれをさらに深めていきたいなと思っています。J-WAVE WOW Music、 今日はKroiのボーカルギター内田玲央さんをお迎えしました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやフェスぶり、フェスぶりですね。フジロックぶりだよね。そうですね。まず最初はこの音源をサブスクとかで聞いて、むちゃくちゃかっこいいバンド出てきたと思って、メンバーそれぞれのさキャラもめちゃ濃いじゃん。もうアベンジャーズみたいな、なんか一人ずつ特殊能力あるだろうぐらいの感じで最高だなと思いつつで、ずっと話したいなと思ってて今回お呼びしたという形なんですけど、嬉しいです。光栄です。はい、まあ本当いろいろ聞きたいんで、音楽的なこともそうですし、自分の好きなものとかそういうものもお話できたらなと思っております。じゃあ、まあ早速音楽に触れたとか、今のその音楽に影響を与えたものだったりとか、それが何歳ぐらいだったのかっていうのはちょっとすごい気になって。なるほど。楽器の一番最初が、5歳ぐらいの時に、行儀が悪くてその食事中にずっと箸持って皿を叩いてたんですよ。なんかじゃあドラムが最初なんかそういう楽器が。そうなんですよ。で5歳ぐらいの時に一回その駅前のいわゆるドラムレッスンみたいなとこに連れてってもらって、で先生が怖くて2ヶ月ぐらいでやめるんですけどそれが一番最初で、でそこからなんかうちはそんな音楽一家とかではないんですけど、なんかドラムをやらせたかったらしくて、また違うレッスンのとこに行ったりして。ドラムで。そうですね。なんで小学2年生ぐらいからちゃんとドラムをやり始めた。すごいなんか面白いね。普通なんかピアノとかさ、いやそうですよね、行くよね。そうだからドラムなんだ。そうピアノ弾けないんですけど、めちゃめちゃ羨ましい。そうだね。じゃあドラムは結構叩くんだ。そうですね。もともとはだからそれこそもう本当に中学高校生ぐらいまではドラマーになるんじゃないかなみたいな感じでこうさらっと思っていたというか。マジで。へえ。歌は歌ってた？なんかその遊び感覚とカラオケとかでも。あんまりカラオケに行ってた覚えでもなくて勝手に歌ってたの？曲を作り始めてからこう自分でなんかこれ歌入れてみようかなみたいなところから歌を入れてたので、ほとんどやっぱ自分の歌しか歌ったことがないというか。へえ。だからなんかこうオリジナリティがね。じゃあその例えばドラムを始めたその時はもう音楽を何か聞いて、このドラムかっこいいとかそういうのもう感覚的にドラムが始まって。そうですね。だから音楽が好きっていうよりか、もともともうだから楽器を先に好きになっちゃうというか。でそれでなんかこう影響を受けたっていうか、すげえこいつみたいなドラマーとか、やっぱビーズの、シェーン・ガーラスっていうドラマがですね、もうその当時めちゃめちゃ好きで、小学校ぐらいの時に一番かっこいいドラマだっつって、そのなんか YouTube 見ちゃったりとか。はあ。でもそう小学校の時にも YouTube は結構主流なものだった。そうですね。すげえなそれは。多分俺らの世代ぐらいから結構 YouTube で音楽をディグリ始めるみたいな人たちが多い気がしますね。なるほど。だからこうジャンルレスだしボーダレスっていうかさ、結構いろんな年代が入ってってるじゃん、うんうんうん、90s も入ってたりとか、ね、80s もあったりとかっていう、それやっぱその YouTube のでかさはあるんだよね。いやあるっすね、その雑食感というか、雑食感ね、うんうんうん。そんな牛田亮さんの音楽人生に影響を与えた邦楽を一曲紹介いただけますでしょうか。はい、ビーズさんのシェーンガラスのドラムを聴かせたいところなんですけど、もう一つなんか大きな出会いがありまして、ビーズを通して、ダイブっていう曲があって、多分一部と全部っていう曲のカップリングだったと思うんですけど、多分その2曲がそれこそレッチリのチャドが叩いてるんですよ。マジで？そうなんですよ。うわすごい。それのメイキング映像で初めてそのチャドスミスっていう存在を知って、稲葉さんがもうチャドはドラムをしばいてる感じみたいなことを言っててもうかっけえみたいになって、レッチリから知らずにビーズからチャドした。そうなんですよ。そうなんです。すげえ。歌詞に関しては、まあ、日本語で歌ってる部分もあるし、英語で歌ってる部分もあるっていうのに関してもなんかこだわりとかある？そうですね、だからもともとそれこそ本当に作曲がしたかった人間だったんですよ。もう楽器が好きで、メッセージどうこうじゃなくてみたいな人間だったんですけど、やっぱりこう曲を作っていって、まあ、いろんな人に聴いてもらうで、やっぱ最近はもう完全にその楽曲をちゃんと芸術にするものをちゃんと作品にするものはやっぱ歌詞だなっていうのにすごい思ってて、すごい大事に書くようになりましたね。言葉の選び方みたいなのでどういうインプットしてるの？例えば漫画とかアニメでもいい、小説とか好きな本とか映画が多いですかね。なんか割と何好き？めっちゃ普通にずっと好きなやつで言うとジュラシックパークが好きです。確かになんかもう恐竜みたいな髪型してるもん。そうなんですよ。ちなみにその歌詞のラップのパートとかさ、俺もすごい 勉強っていうか教えてほしいぐらいなんだけどめちゃくちゃ早いじゃん。もう結構シームレスにブワーって畳みかける時とかのこうメロディーって、多分俺もそうだったけど、まずメロディー乗せて音の感じをこう作って、そこに歌詞を当てはめていく感じ、そうっすね。なんかまあ最近はいろんな手法でやってたりするんですけど、大体はそのフローを、そのラップのリズムを作ってから言葉乗せたり、まあでもちょっとここ自分のその言い足んないなみたいなところはしっかり文字でこうリズムに乗せていくみたいな。あれはさ、もう最初からBPM もある程度決めてそこに乗せていくのか、それとも一回落として構築していったりするの、歌詞とか。ああ、そうですね。でもやっぱなんだろう、オケを先に作ってからの方がその楽曲に合わせたラップができるというかっていうのがあるので。あ、じゃああんまりそのさ、歌詞とか考えるときに落としはしない？そうですね。テンポ俺テンポ下げてやんのよ、そう歌詞書くときに落としてそれにこう乗せたのを速くするみたいな。それ結構珍しくないですか？珍しいですよね。珍しいって言われた。そうなのよ。聞いたことない。意外になんかその自分の手癖がさ、なくなるっていうか、ゆっくりにするとまあ考える時間が余裕があるからっていうのをなんかね、割と知ったりする。でそのままタイムストレッチ上げて、あ、これちょっと無理あるなとかいろいろ考えたりとかしたりするな。それめちゃめちゃおもろいっすね。まあね、なんかやってみたくなっちゃう。やってみて結構面白いから。意外と自分が出ないメロディーと出てくるから、お客さんには伝わらない変な作り方みたいのをするのが結構好きで。だろうね。楽器屋さんとかのなんかワゴンとかに置いてある超安い汚いパーカッションとかをわーって買ってきて、その音をまずレックしてから曲を作り始めるみたいな。それはもう本ちゃんにも入れても使うサンプリング。まあ質が良ければそのまんま使いますけど、まあ大体取り直すかなって感じ。あ、取り直す。はい。じゃあそんなレオが作ってきた曲の中で印象に残ってる一曲を教えてください。はい、保温っていう曲がありまして、メジャーのデビューが決まったぐらいの、まだ発表してない時に作った曲で、その時の不安感とか、これからのなんかこれどうなっちゃうんだろうなみたいなのがすごいなんか今聞くと、うん、出てる詰まっててなんかそれがヒリヒリ、ね、そうなんですよ、そのヒリヒリ感がなんか、これ俺だけにしか分かんないのかなっていうのをちょっと皆さんに聞きたいなと思って。あ確かに、俺もこう、うん、クロイの最新アルバム「テレグラフ」に迫っていきたいと思うんですけども、まあ、今回のアルバムは大体どれぐらいの期間ですか？15曲ぐらいだよね。そうですね、去年の多分末ぐらいから作ってて、うん、本当に6月、今年の6月とか半年ぐらいできたの？やばくない？いやもうちょっとでも自分たちでも、うん、もうヘトヘトです。もう毎月撮ってったのか、それとも一月でもうドーンみたいな感じだったの？そうですね、ライブとかもまあちょこちょこあったので、まあその空いてるタイミングで制作して、まあ、レコーディングしてみたいなのをずっとやってましたね。インストの曲とかもあるじゃん。はいはいはい。ああいうのとかはセッションみたいな感じですか？そうですね。インストジャムみたいな曲はもう完全にスタジオで1回1個曲を普通に撮って、うん、その後にちょっと時間空いたからスタジオで、うん、わーって撮るみたいな。あ、ジャムローみたいな。そうですね。感じで撮ったりみたいな。なるほど。そうだからそこのなんか自由さもいいなと思って。デビューして2枚目でしょ、デビューしてから、うん、なんかこう気合がさこうめちゃくちゃ入りすぎてさ、こう聞く側結構こう疲れる感じもあるじゃん、例えばそういうのもあると思うんだけど、本当になんか自然体で音楽を楽しんでる感じがね、車の中でよく聞いてますけど、うん、嬉しい、はい、超いいです、はい、嬉しい。前作とか、うん、今までの自分たちよりこうしたいなとか、うん、こういう風に見せたいなみたいな、聞かせたいなっていうのはなんかあったんですか？やっぱ1枚目は、うん、まあ何をどうしてもなんか特別なアルバムになっちゃうので、それはなんか安心感を持ってなんかずっとやってたんですよ、1枚目は。なんですけど2枚目って何なんだろうなっていうのをすごいすごい考えて、そうね、まず1枚目に負けないアルバムを絶対に作りたいというか、うん、まあそこがあって、まあ、プラスでより聞いてもらえる人が増えるような作品にしたいなっていうのがあって、まあ分かりやすく言うと普通にちょっとこうサビポップにしたりとかをなんかあえて初めて考えてみたというか、そういうアルバムですね割と。でもなんかそのバランス感覚がめちゃくちゃいいよね。あ、本当ですか？その多分もともとすごい音楽が好きだからそのキャッチーさも曲を壊さずに。なんだろう、自然の流れで出てくる気持ちよさみたいなのがあって、例えばラップ歌うとことかさ低く歌ってさ、そっからさサビでさ、まあ、キャッチーのものがバーンってさ結構高い声でくるじゃん、あれすごいよねきつくないの？いやでもきついっすね、最近ライブめっちゃきついっすね。ライブとかでからしかもファルセットもあるじゃん。そうなんですよね。もともとは自分たちインディーズの頃はライブバンドで、もう曲作らないで適当にスタジオで作ったジャムったやつをそのまんまなんかライブでやるみたいので、もう月の半分ぐらいずっとライブをしてたんですよ。そんぐらいライブのことしか考えてなかったんですけど、まあいろいろ自分たちもこうステップアップしていく中で、割とその音源っていうものをちゃんと考えるようになってきてて、そうなった時になんか逆にライブを意識しない曲とかが増えてきて。大変みたいな。あ、まあそうだよねこれをどうライブで見せようかっていう逆のね、その方向になっていくからね。まあでもそれはなんか楽しみな部分でもあるよね。でこの「テレグラフ」っていうこのアルバムタイトル、はい、っていうのはこうどういうこう思いなんですか？これはうちのベースの関さんが、つけてくれたんですけど、電信っていう意味がありまして、モールス信号みたいな、あれはもうなんか世界共通らしくて全部なので、まあその音楽もまあその言語っていう、まあ歌詞の言語みたいのはありつつも、音楽の音自体のやっぱりその世界共通のボーダーな感じがものがあるなっていう。だから入ってんだインターネット。あ、そう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 。あれはじゃあ本当に意味あるモール信号やってんの？そうなんですよ。あれどういう言ってんの？あれはなんかその曲、その次の曲に対するなんかメッセージみたいのを入れてるんですけど忘れました。何それ重要だろ。それファンも絶対気になってると思うよ。でもちゃんとあります。あるんか。はい。じゃあちょっとそんな最新アルバム「テレグラフ」の中から、特に印象に残っている曲を紹介していただきます。はい、それこそですね、もうその歌詞が大変っていう曲なんですけど、ドリッピンデザートという曲がございまして、今まで本当にずっともう曲が作りたいっていうのがあるので、もう楽器を聴かせたいっていうのがすごい強かったんですよ。なんですけど今回はやっぱちょっとラップ、自分の普通に今までこう積み重ねてきたこの普通にラップのスキルとか歌い手としてのなんかそのスキルみたいのをちゃんと使った楽曲を作ろうと思って書いたらすんごい分量になって思いがもったいなくなっちゃったね。続いてはライブについて、はい。お話ししたいと思いますけども、コロナ禍になる前とさ、まあそのライブの仕方ももちろん全然変わって、まあコロナの最初の方、はい、でもどうやればいいのかとか、ライブできんのかみたいな、いろんな葛藤があって、まあ配信ライブをやったりとか、俺らは、配信ライブとかもやった。やってましたね。でもね、でもなんかさやっぱこう違うじゃん。そうなんですよ。どこに向けてやってるの気持ちの持っていき方も難かったりとかして、でまあ今ちょっとずつこうライブもお客さんの声を出せるようになってるライブとかもあるし。お客さんたちもなんか楽しみ方をちょっと分かってきてる今の中で、どうですか最近のライブでこう意識してることとか。そうですね、もともと自分たちもインディーズの頃めちゃめちゃライブやってた時とかはもうお客さんの上がり方に準じて自分たちの DJ ぐらいの感覚なんだね。どうせでけみたいな演奏が盛り上がってったり、まあ調子よくなってったりみたいなことがすごい多かったんですけど、そこが一気に一回そのコロナに入って打ち破られて、なんでそこからまあ徐々にその自分たち発信でちゃんとお客さんを上げていくというか、そういう方向の思考に変わってきたっていうのはすごいあるですね。それこそ富士のさ、配信があったじゃん、再放送みたいな感じで夜中やってたからさ、まあ俺らとほぼほぼかぶってたからそのKroiのライブを見たの。それ見た時に思ったのは、その全然音楽ジャンルも違うけどメンバーたちで楽しむってもすごく大事にしてて、で俺らも全く一緒で、なんかこのコロナ禍でのまあ一応答えとしては、結局なんかその今まではそのやっぱお客さんに対してとか、そのフロアを踊らせようとか楽しませようっていう気持ちがすごくやっぱ割合として多かったけど、意外とそれって考えすぎで。俺らが楽しんでたらもう自然に楽しいし、周りも入りやすい気がするというか、なんか楽しそうなことやってんぞみたいな、こっちから来いよ来いよっていうよりはなんか勝手に入ってくる感じっていうのをライブを見ててすごいなんか感じたのがなんか嬉しかったですね。まずは、あと仲いいじゃん。仲いいんすよ。いつでも一緒にもうグループ団体さんでこう動くやん。バスツアーかなと思ったもん、もうメンバーの、どこにももう誰かちょっとじゃあもう行こうとしたらみんな「ああ行く行く行く」みたいな、仲良すぎるだろうみたいな。そうですよ。ツアーとかさ、行くじゃん。その時もみんなでどっか行ったりするの？そうっすね、もう大体団体行動ですね。秋日とかでもそうっすね、なんかもう本当になんか修学旅行みたいな感じですね。もう毎日。どうやって出会ったんだっけ？はもともと自分と長谷部、ギターの長谷部がずっと中高一緒で、でそれこそなんか一緒になんか軽音部とかなかったんで、2人でこそこそなんかレッチリのライブ映像とか見て、これやばくねみたいなのをいい仲だね大事にしようやってたんですけど、そっからやっぱその自分たちも音楽活動したいみたいな風になってった時にバンドメンバーを集めようって、もう。うまいに越したことないから、いいベーシスト、いいドラマー探そうみたいになって、SNS で普通にインスタで、ベースの関さんが普通になんかスラップの動画とかもガンガン上げてて、めっちゃ怖いあんちゃんめっちゃベースうまい怖いあんちゃんみたいな。でそれこそもうだからまだ高校卒業するちょっと前ぐらいの時に出会った。そうですね。連絡してスタジオに入って。メンバーは仲いいですか？仲いいよ。それこそうちのベースが同じような感じでずっともう中学校から一緒でずっとバンドもやっていて、でも確かにねその形ちょっと違うけどドラムはライブハウスから紹介してもらったレッドクラスっていう新宿にある。そこで知り合って、でギターの慎太郎は対バン相手だった。あいつがそのバンドをちょうどやめた時があって、うん、その時に、まあ、うちもギターがちょっと抜けるっていう状態だったんで、そこで、まあ、ガチッとなって今に至るから、似てるかもね。ずっと一緒だった人とこうなんか自分の好きな人をこう集めてっていう形は、うん、まあ、だからなんか変にこうしがらみもなく、なんかよくあるじゃん、こう芸人さんとかでさ、相方と全然話しませんみたいなよく言う、ああいう感じはないかもしれない。うん、そうっすよね。なんかでも最近のバンドとかって割となんかメンバー間すごい仲いい人たち多い感じするんですよね。その仲の良さがちゃんといいライブとか、うん、普通にいい制作というか健康的な制作につながるというか、そうそうそう、本当そうで、うん、なんか別に仲良くしてるのを見せたいわけでもないけどさ、うん、なんかそっちの方が絶対ライブもよくて、うん、制作も絶対こういい方向にさ、うん、アップデートされるなっていうのがあるから、なんかね、いいよね。そうなんですよね。うん、そんなでも俺たちもこのね、今月開催される J-WAVE のフェスインスパイア東京に出演しますけども、うん、フェスね、まあ、今年からいっぱい出るようになったって言ってたけど、はい、うん、楽しいですか？フェスは楽しいですね、うん、フェスってどうしたらいいんですか？何その何そのざっくりしてんな。なんかまだフェスにちゃんとコミットした形のライブをしてる感じはなくて、うん、それがいいんじゃないの？そうなんですか。うん、まあ一個あるのはそのフェスもさ、いろんな地方とかに あるじゃん、もう今、うん、やっぱ一回出てみないと分かんないとこもあるかもしれないね。その会場の感じとか、お客さんがどういう人が集まるかとかは、まあ出ていくとなんか大体こう分かってくるんだけど、あんま教わんないでいいと思う。レオとかKroiのメンバーをなんかそのままやっちゃった方がいいなってすげえ思うかな。なんかやっぱすごい優しいから、みんな、うん、ものすごく優しいから、もっと楽にいていいよなっていうのにやっぱコロナ禍でもすごい気づいたし、自由になんか衝撃的なものを見たりとかさ、うん、感動をもらった方がお客さんも嬉しいわけだから、うん、まあもちろんそのルールとかさ、うんうん、なんか人を傷つけたりとかするのは絶対良くないんだけど、うん、新しい感動とか興奮はやっぱり常に与えたいじゃない、うん、確かにそうですね、うん、それはKroiとかもうここからやっていくわけだからさ、うん、フェスとかも、うん、だからお前らのルールを作ったわけね。あ、それ俺も見たいし、いいただいた、そう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 、いや俺が言ってたっていう俺の精神から「いや山木さんが言ったんだもん」みたいな、うん、言っても大丈夫な。いや、ありがとうございます、嬉しい。まあそんな、じゃあ、はい、レオくんが見てきたライブで、うん、なんかすげえなこのバンドとかアーティストって思った曲とかってありますか？うん、そうですね、もう解散しちゃったんですけど、うん、ザ・ストライプスっていたじゃないですか。おお、懐かしい、うん、セカンドアルバムが、うん、出たタイミングのライブに行ったんですよ。うん、あ、来日し。そう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 。うん、で、そのファーストが好きで、うん、そのファーストはずっと聴いてたんですけど、うん、うちの長谷部に誘われて行くっていう風になってて、うん、でセカンドを全く聴かずに行ったんですよ。もうファーストのイメージでもうガーンってたんだ。そうそうそう。したら割とそのタイミングですごいミクスチャーロック的なものにすごい影響を受けてて、彼らでそのライブをもう全く知らずにバーンって見に行った時の衝撃がやばすぎて、もうなんか同じぐらいの年齢の人たちが日本に来てすごいよねライブをやってるみたいな衝撃があって、異国に来てさ、すげえよなその年で。そろそろレオともお別れのお時間になりましたけど、あっちゅう間やね。あっちゅう間ねえ、全然まだ物足りんけど、はい、今後のなんかチャレンジしたいことがあります？音楽でカバーってすごいなっていうのがあって、それこそ好きなアーティストでいうとマルーン5で「レッツ・ステイ・トゥゲザー」って、うん、アル・グリーンっていう人知ったりとか、うん、まあ、そういうのでなんかすごい音楽をこうちゃんとこう回していくサイクルがすごい見えるのがやっぱカバーだなっていうのをすごい感じて、そう、ね、うん、そうなので、まあちょっとやってみたいなっていう、聞きたい聞きたいあるっすね。カバーとかって、カバーはね今は最近やってないけどその前はやってた。特にそのフォークが好きだったから、うん、吉田拓郎さんとかはやってたりしてたけど、うん、そう、俺もね一個やりたいのは UK ロックで俺が影響を受けたものを日本語の歌詞にその例えば清志郎さんとかさ日本語で変えてるじゃん、はいはい、それに挑戦はしてみたいと思う。それすごいおもろいですね、確かに、うん、でもねカバー楽しみにしてる。ちょっとやってみたいです ね。まあこれからも仲良くしましょう。はい、ぜひお願いします。またライブもね一緒にやりたいのでお願いします。go!go!vanillasのボーカルギター牧達也がナビゲートしてきました WOW Music いかがでしたでしょうか。今日はですねKroiのレオを呼んで、たくさん話しましたけども、他のこう日本のアーティストにはできないようないろんな斬新なこう音楽へのこう好奇心を持ちながら制作してインプットしてアウトプットに持っていけてんだなっていうのを話してて改めて思ったし、人懐っこいなんか笑顔もあって好きになっちゃいましたね普通に。うん、なんでここから現場も一緒になるでしょうし、ライブも一緒にやったらなんかすごい相乗効果が生まれていいライブことができそうな気もしたんで呼びたいなと思いつつ、はい、これからも楽しみにしてますね。はい、次回のゲストはウォンクのボーカル長塚健人さんです。音楽のイベントに行った時に健人と出会って、でそこから料理作ってくれたりうちでねご飯食べたりお酒飲んだりとする仲なので、そういった部分も含めて音楽のことも話したいなと思っております。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は牧達也でした。